ヤトの野望チャンネルへようこそ。巨大な竜の背中に乗って集落を発展させていくゲーム、今日もプレイしていきます。はい、というわけで前回ですね、このおんぶの背中に町を作りました。今ここまで来たね、この辺りに住宅があって、下の方には板を加工したり石を加工したりで、ここで調理場だね、調理してます。さあ、もっともっと集落を発展させていこう。まあ24時間こいつら働いてくれるんでね、結構発展してきております。なんか来てるぞ。あ、流浪者の一団に遭遇しました。来たー、労働力来ましたね。はい、2人の新たな労働力が入ってきました。なんかキノコ農場っていうのあるぞ。おんぶの餌の材料となるキノコを栽培する。へえ、おんぶを育てる材料、どこ、この辺りで育ててみようか。おんぶの餌を作ってやればもうちょっと懐いて僕が行きたいところに連れてってくれたりするんですかね。完全に好き勝手に歩いてるからな、おんぶ。分かれ道、角笛塔を建設すれば進路を導いてあげることができるって書かれてる。角笛塔、そんなもんないけど。あ、だからまだ研究して作れるようになんないといけないってことか、これ。お前らもっとチャキチャキ働くんだ、チャキチャキ。おんぶキッチンってあるぞ。キノコをおんぶ用の餌に調理する。これじゃねえのか、必要なのは。じゃあおんぶ診療所、医者を派遣しおんぶの毒を治したり体力を回復できる。あ、痛めつけるだけじゃなくて診療してやることもできるのね。とりあえずキッチンか。飯食ってりゃ治る、大丈夫大丈夫。よし、キノコ農園この辺りか。さあ働くんだ。ちなみにもう全員が仕事に就きすぎてしまっていて、フリーの人が3人しかいない。こうなんか木を切ってきたりする人口が3人しかいないってことだね。資源確保担当が足りん、そして家が足りてない。家が足りてないぞ。家を用意してやれ、ボロ小屋を。人口がちょっと足りないんだよな。薬草園とかキノコ農場とかも一人ずつなんだけど、おキノコ農場結構キノコ生えてきた、いいねって言ってたら、なんか待て待て待て、気温低下、今どこいいんだよ、おんぶ。おんぶさん、あ、よかった。雪原エリアみたいに入ったのかと思ったら、ただちょっと寒いエリアに入っちゃっただけみたいだね。寒波にびっくりさせやがって。震源からの呼び声、何これ。鉱山に一歩足を踏み入れると壁についた血しぶきと中から聞こえてくる叫び声から凄惨な事件が起こったことが分かりました。もう引き返そうぜ。あ、救助を求めてる人がいるかもしれない、急いで状況を把握しようっていうのがある。労働力を手に入れられるかもしれないぞ、これ。欲しいよな、労働力。岩陰に隠れて待とう。まあまあ、どうせ言うて大丈夫だよ、相手も人だろ。救助、は、健康な人々3人も村に加わった、やった、労働力だ。無償で使える労働力手に入ったぞ。フードスタンドってあるぞ。遠隔地の村人たちに食料を提供する。こういうのがいいんじゃないの。小麦の栽培とかもあるけど、どれを優先すべきなの。トマトか、トマトなのか。いや、でも大量の水が必要になるって書いてあるな。小屋かな、小屋作ってみるか。小屋、いつまでもこんなおんぼろの家に住んでちゃダメだろう。普段だったら僕こういうゲームやるときギリギリまでサービス削るんですよ。だけどこいつらいい家に住んだりいいもの食うと労働効率がどんどん上がってくんだよね。ただでさえ24時間働いてんのに。正直もっと優遇してやってもいいと思っている。お、また流浪者の一団来た、よっしゃー、プラスにいいぞ。あ、人口が増えたことで要求が上がったって書かれてる。え、住居の質、中毒、食料の質、食料の多様性ってなんだよ。いろんないいもん食いたいみたいなこと。なんかなんでこいつらはさ、どんどん贅沢を覚えるんだよ。生きてられるだけでいいだろう。足りるを知ることが幸せになる秘訣だと僕は思うんですよ。こいつらはそれを知らない。ちょっと足りないを知らせてやる必要があるんじゃないか。というか、なんか温度の、あ、角笛塔、これだ、あったあった、これだ。これでなんかこうおんぶに指示できるみたいな。おんぶさんがちょっと、あ、おんぶはトゲが切り取られているのを感じて不機嫌そうにしています。今ここでおんぶさんのこの背中の岩を切り取ったんですよ、邪魔だったんで。ちょっとあの道を引きたくて、ここでもちょっと今からこうおんぶさんの角をあのちぎろうとしているんだけど、もしかしたらおんぶさんぶち切れ案件かもしれねえ。やべえぞ。あと角笛塔できたね。ということはこれでおんぶさんにここで、あ、方向を指示できる。南へ向かうか、南へ向かう。おんぶが命令を受け入れません。角笛聞いてねえじゃねえか。何の意味があるんだよ。待って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 、おんぶさんちょっと目の前で休憩できるとこがあるのに寝ちゃったんだけど、おんぶさん起きてくれる。あ、命令できる、歩け、おんぶ歩け。おんぶは命令を無視しました。おんぶ歩け、
すぐそこ目の前で休めるから。ひどいな。なんかこう強制関係というものがない。一方的にうちがおんぶさんに寄生してるだけの関係だからな。おんぶさんがムカつくのもまあ致し方ないか。で、あとついに小屋を建てられるようになったんだよな。これだ、小屋。最大6人が暮らせる。すごくないか。じゃあちょっとこの辺の家壊しちゃうか。壊しちゃうのもどうなのかって思うけど、まだ人住んでんのに。はい、あーめっちゃ立派なんだけど。暮らしやすそう。多分村長がここに住んでるんだろうな。お、新鮮な寝床通り過ぎてる。めっちゃ寝るのに最適なところあったのに。さっきぐっすり眠っちまったから。おんぶさん、南行きましょう。南へ。はい。おんぶが命令を受け入れません。おんぶは次の分かれ道でどっちに進むか迷っているようです。もうどっちでもいいんじゃないですか。さあ次は何を研究させようかな。睡眠命令、おんぶに眠るように命令する。そんなのあるの。おんぶに食事を命令する。いやでもほっといても勝手に食べるでしょ。めんどくせえな。なんでおんぶさんのご機嫌伺わないといけないの。なんかあんまりやりたい研究ねえな。ちょっとあ、まず診療所だな。おんぶさんが死んだら終わるんだから、まずおんぶ診療所行こう。おんぶさん死んだら確実に俺たちはみんな死ぬしかなくなるからな。ここは何エリアなんだ。あ、砂漠地帯に入ってんだけど。極寒。あ、これまずいな。あー水が得られない。ちょっと待て、砂漠あったよやっぱ。これはサボテンを育てる時が来たのかもな。サボテンから水分を得ることができるみたいなんだよね。よし、あ、来たぞ新しい農場で。ここでサボテンを育てます。はい、新しい倉庫完成しました。うわ、すっげえ入るこの倉庫。物がもうちっちゃいの30しか入んねえんだよ。神か。あ、素早い判断。遠征の途中一行は砂漠の中のぬかるんだ場所を通り過ぎました。あ、勇敢な遠征隊員が詳しく調査しようと近づくと、数秒後には膝まで砂地獄に飲み込まれてしまいました。おいおい、助けようとしたら二次災害出るやつじゃんこれ。時間を無駄にはできない。早く助けなければ。すぐ助けちゃおうぜ。はい。あー一人死んだんだけど。マジかよ。貴重な労働力が最悪だよ。ビーツ育ってないぞこれ。ちょっと待て、ちょっとこのビーツ農場を一回全部これをトウモロコシにした方がいいな。もう暑すぎて育たね。お前らもういい。トウモロコシを全力で作るんだ。今度はなんだ。あ、来た、流浪者迎え入れる。10人ぐらい来てくれ。3人、たった3人かよ。けしけてやがる。お、新人たちが木こり始めました。いいぞ、しっかり働け。本部さん、次の分かれ道でどっち行くか悩んでる。絶対南行った方がいいって。南へ。本部が命令を受け入れません。うるせえ。崩れた鉱山。鉱山が崩れた。他の出口を探さないと永遠にここに閉じ込められるかもしれない。鉄鉱石探してる場合じゃねえよ。出ようぜ。あ、よかった。あ、すごい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 。知識ポイントと鉄鉱石が手に入った。めっちゃうまい。しかもちゃんと南進んでくれてるじゃん、自分の意思で。言うことを聞いてくれたわけではない。もう指示出すのが嫌になっているまである。今度は、砂漠の部族が集落を作ろうとしている。あ、石板を渡せば仲間に加わってくれるかも。必要な物資を提供するので仲間に加わらないかと誘う。これでしょ。あ、石板あんまないんだけどね。7人も増えた。神か。やった。いやマジで神、これは神。めっちゃ増えた労働力が。やったね。てかおんぶさんもう空腹でやばいんだけど、食べ物先ないぞ。大丈夫か。というかそもそもだ、おんぶさんにご飯を与える装置が必要だ。これだ、おんぶ陶磁器。これ必要だろ。やばい、食べさせられねえ。おんぶさん死んじゃうんじゃないのこれ。おんぶさん余裕かまして寝てんだよな。やばいと思うけど、ちょっとおんぶさん起こせないかな。おんぶさん起きて歩け。お、う、言うこと聞いてくれた。腹減ってるからかこれ、ひょっとして。来た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 、おんぶ陶磁器。これこれこれだ、おんぶの餌食べろ。食べてる。あ、今準備中みたいだな。あ、こいつか、お前か、お前だな。よし、来た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 。あ、食べてる食べてる食べてる。おお。いいよ。これで今 78% なのが 58% まで下がるらしい。いいじゃん、とりあえずいいぞ。ちなみに総生産効率 125% です。すごい、
食料ギリギリだけどめちゃくちゃいい家建ててやったからな。おんぶ診療所なんてものもあるのか。おんぶさんの診療所、何たちと、おんぶさんが病気になったら俺たちで治してやらないといけないのか。面倒だな。なんか若くて元気な個体に乗り換えたいんだけど、その時は。さあ、おんぶさんの診療所できた。どうやらこの気球に乗って診療しに行くみたいだね。あれ、おんぶさんまた座っちゃった。こんなところですぐそこに餌があるのに。あ、もう睡眠限界なんだ。なんかおんぶさんが割とすごく適当なところで眠りつくようになってしまったな。でも俺たちにとっては今がチャンス。おんぶさんがやばいところに行く前に大量に食料を集めるのだ。お、また開拓者来ちゃったよ。4人も増えちゃったよ。お、また開拓者来ちゃったよ。まだ8人増えた。やばいかも。ちょっと住むとこはギリ足りてる。食料がやべえ。人が増えたんだからあれ建ててみるか。製材所、これこれ。この切り株から200本の木を取ることができるらしい。これめちゃくちゃいいね。さあ、木こり始まりました。いいぞ。これで木材にはしばらく困らないだろう。あ、でもなんか毒の人多くない？大丈夫？は？おんぶが現在横たわっている地表の毒性高い。待て、なんかやばいと思ったらここ毒じゃねえか。毒エリアだここ。おんぶさん起きて、歩いて。おんぶさん、あ、命令を受け入れた。やばい、だから毒なってんだこれ。やばすぎる。医者を増やせ。医者をとりあえず3人に増やして治療に当たってもらわないと。やばい。どんどん過酷になってきた状況が。てか、おんぶさんの毒レベルみたいのも上がってんだけど。ちょっと待って、おんぶさんも一緒に毒なってんじゃん。なんで毒のところに寝転んだんだよ。マジで、おんぶさんちょっと頭悪いかもしれん。おんぶさんの背中もうだんだん何もなくなってきちゃった。見てください。だいぶスカスカになっちまった。そしておんぶさんはだんだん弱っていってる。あ、おんぶさん南を選んだね。よし、寝床があるからここで寝れそう。いいぞいいぞ。おー、よしよし、おんぶさんが寝れるところに来たぞ。かわいい。また開拓者の一団来ちゃったよ。62人になりました。無限に増えていきます。よし、そろそろこのボロ小屋全部いらないだろう。全員にいい家住ませてやるからな。だからもっともっと働いてくれ。もうおんぶさんが死ぬか俺たちが死ぬかだ。え、おんぶさんもう切るの？早くない？いや、まだ行かないでほしいんだけど、そのヤバそうなエリアには。まだ早いと思う俺たちには。あ、おんぶがうなり声を上げ背中と村を激しく揺らした。おい、待て、やばい、ちょっと待って、いろんなものが倒壊してる。嘘だろ、ふざけんなよマジで。おんぶのやつ、やばい。うーわ、最悪なんだけど。おんぶさんがやばい。ちょっと待って、おんぶさんもやばい。あ、やばいの見つけた。毒に侵された植物が生えてきちゃった。これほっとくとどんどん増えるんだよ。やばくない、めっちゃあるんだけど。最優先。めっちゃあるんだけど。やば、ちょっと待って、汚染されていってる。いや、もう普通の木とか切らなくていいから。もう普通の木切ってる場合じゃねえから。お前ら汚染された木を切ってくれ。汚染された木を。あ、何、おんぶがうなり声を上げて背中を揺らしてる。うわー、待て、いや全部壊れてんだけど。マジふざけんなよおんぶ。俺はお前を必死に守ろうとしてんのに。いや、めっちゃ生えてる毒が。これだな、これのせいで機嫌が悪いんだな。今直してやるからな、待ってろ。どんどん増えてんだけど、隅っこの方で。待て、やばい。わあ、おんぶさんがまたブチ切れまくってんだけど。おんぶさん、なんで。おんぶさん背中揺らすのやめて。全部が壊れていってるから。おんぶさん、諦めるな。諦めたら終わりだぞ。大丈夫、遠征隊も全員今植物引き抜く係に回してるから、きっとなんとかなるはず。おんぶさんの睡眠が限界に達しようとしている。そして寝れるとこねえんだよな。あ、でもここは毒ないから、ここで寝てくれれば。いや、おんぶが横たわると地表の毒性が適用されます。現在中って書いてある。ここで寝られたらマジやばい。そしておんぶさんがまた背中を揺らして、あー。もうダメかもしれねえ。おんぶさん、こんなに必死に調理してんのに満足度マイナス 25%。 やばいんだけどマジで。こいつら
こいつらほんとイカれてる。もうパン焼いて食べさせないとダメかも。人口が増えれば増えるほどなんかわがままになっていくみたいなんだけど、意味がわからん。この環境で豊かな食生活を送ろうとするんじゃねえよマジで。バカなんじゃねえの。まあ、とりあえずヤバすぎる状況は脱出したし、今回ここまでにしとくか。皆さんご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださったらね、ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。あと僕ツイッターもやってるんでね、ライブ配信の告知などやってます。よければフォローしてください。それじゃあまたね、バイバイ。